しい時間を過ごしなさい。ノーと言えるようにしなさい。質素に生き、小麦や加工食品を使わない本当の食べ物だけを食べなさい。炭水化物を制限しなさい。あなたが知れば知るほど愚か者にとってバカに聞こえる。人が発するネガティブなサインに注意を払い、ネガティブな人とはすぐに縁を切りなさい。そうすれば多くの苦痛を避けることができ、さらに無駄な時間を省くことができる。自分のものではない責任を拭うな。決して自分を安く売らず、直感を信じなさい。そして愛されることを当たり前だと思わないことだ。しっかりとした境界線を持ち、自分の人生に誰を迎え入れるかを見極めることだ。自分を助けたいなら、奉仕に値する人を見つけなさい。奉仕を通じて経験、人脈、信頼を得なさい。信頼できる徒弟制度を経てこそ